一体どうしたの？なんで姫子が私たちを攻撃してくるのよ。知らないわよ。見当もつかないわ。ブローニャの探索によると、姫子少佐のバイタルサインが非常に低下しています。今すぐここから離れて治療するべきです。このままだと半日も持ちません。とりあえず一旦ここから離れよう。姫子の意識回復が優先よ。大変よキアナ。テルさんどうしたの？さっき観測された衛星データによると、あなたたちがいる海域でネゲントロピー部隊の信号が大量に確認されたの。ネゲントロピー部隊？彼らの目的はあなたたちの持つ権限権よ。急いで旧友から離れて。2時間後に増援部隊を連れて到着するから、それまで耐えてね。了解です艦長。もうキリがないわね。早く帰ってみんなのご飯を作らないといけないのに。ファイヤー、発射。私の番ね。了解です艦長。お前らはすでに囲まれている。僕は今回の指揮を取ってるシンマール。さて
僕の時間を無駄にしないうちに権限権を渡してくれるかな。誰がゴミだって、このガキンチョ。待って、キアナちゃん、冷静に。私たち、わかった。で、そこのシンというガキンチョ、権限権を渡せば私たちを見逃してくれるの？見た通り、怪我人がいるの。そんなボロい剣一本より、友達の命の方が大切。誰が剣を渡せば見逃すなどと言った？ガキンチョと言ったな。お前らみたいなゴミどもは誰一人見逃さん。聞いた？メイ先輩、こういうやつはやっちゃえばいいんだよ。この気持ち思ったより簡単だったわね。心配して損しちゃった。前方には二つの道、どっちなら逃げ切れるかな。右の通路は冷たい風が吹いています。おそらくこちらが出口です。左の通路からは高温を探知しました。行き止まりだと思います。確かにブローニャちゃんの言い分はわかるけど、でも私は出口が左だと思うな。どうしてですか？どう言えばいいだろうね。かすらなき継承者たる私の直感？キアナの判断には根拠がありません。ババ抜きもいつもキアナの負けです。直感など信じられません。あれは私が真面目になってないだけよ。メイ先輩は私のことを信じてくれるよね？メイ姉様はブローニャを信じているのですよね。メイ姉様、メイ姉様。もう喧嘩しないで。もう少ししっかり調べてみましょう。なんだろう、館長。もう、キリがないわね。早く帰ってみんなのご飯を作らないといけないのに。
と思って。猫ちゃん、やられたらやり返す。バイバイしよう。手段は選ばない。ライデンチャーム。今回は何が手に入るか。了解です、艦長。全力で行くわよ。ヒギ、準備完了。任務完了。待機モードに移行。前方には二つの道、どっちなら逃げ切れるかな。右の通路は冷たい風が吹いています。おそらくこちらが出口です。左の通路からは高温を探知しました。行き止まりだと思います。確かにブローニャちゃんの言い分はわかるけど、でも私は出口が左だと思うな。なんだろうこの気持ち。もうキリがないわね。早く帰ってみんなのご飯を作らないといけないのに。手段は選ばない。ファイヤー、
かったわかった。これくらいどうってことない。うん。ショータイムの始まりだ。猫ちゃーん。え？出口に繋がってるなんて、さっきの争いは一体何だったのやら。おぉ、疲れた。勇敢なる少女よ、封印は解き放たれた。怪物が目覚めようとしている。私の最後の力をあなたたちに託す。頼む、彼女を封印してくれ。誰の声？私も聞こえた。ブローニャにもです。封印？何それ。まあいっか、とりあえずネゲントロピーたちから逃げよう。ちょっと不安。もうキリがないわね。早く帰って身代わりしなばんで。女の子にこんなことして。Thank you.
なんだろう、この気持ち。絶対メイ先輩に近づけさせないんだから。本気で私に勝てると思ってる。絶対メイ先輩に近づけさせないんだから。あいあいさ、わかったわかった。あいあいさ、秘技解禁。こんな簡単なクエストのために呼び出さないでよ。